二式飛行艇飛行艇は水面発着できる機体のうち胴体部分が水面に接するように設計された飛行機である。日本工業規格では水上にあるとき、主に停滞によってその重量を支持する水蒸気と定義される。この点でフロートによってその重量を支持するフロート水蒸気と区別される。水面で機体を安定させるために 主翼に補助フロートを備えるタイプと、胴体側面下部に横に広がった張り出し部分を有するタイプがある。現在は、格納式の膠着装置を装備し、陸上からも発着できる、水陸両用タイプが多い。海面や湖面という、平らで広大な水面を利用して発着できる、飛行艇は、滑走路などの大規模な飛行場設備が必要ない。また洋上を長距離飛行する場合、 万が一の故障に際してもとりあえず着水しての対処が可能である。飛行艇はこの特徴を利用して使用されてきた。過去、現在で飛行艇が使用されてきた主な用途は下記3種類。第1次世界大戦後より行われた大型旅客機の開発では当時の信頼性に乏しいエンジン性能をカバーするため航空会社は飛行艇の採用を優先した。 しかし飛行艇でも高天時の着水は危険であり、当時の事故は概要に降下した時にも多く起こっている。一番目の項目については現在でも重要な地域の足として使われている。世界最初の旅客を乗せた飛行艇は1914年に就航したアメリカのベノイストィンである。世界最初の定期旅客便として乗客店員1名で フロリダ州のタンパとセントピーターズバーグ間 34.5km を運行した。飛行機は第一次世界大戦で実戦に用いられ活躍したが、その活動範囲は陸の上空や陸地周辺に限られていた。そこで大戦後飛行機による太陽横断路線が検討された。翼よ。あれがパリの明かりがで有名なチャールズ・リンドバーグの スピリット・オブ・セント・ルイス・号などの冒険的機体を除けば、これらの路線には飛行艇が充当された。当時は機体やエンジンの信頼性が低く、万が一の場合の洋上着水を想定したためである。カキ・カーチス4・ NC4 やドイツのドルニエド X などがパイオニアである。1930年頃には地中海横断路線や北米南米の定期空路に飛行艇が、 就航している。マーチン M-130 チャイナクリッパー1930年代は飛行艇の黄金時代であった。プビー、カタリナ各国とも輸送及び長距離紹介の任務に使用した。日本海軍でも川西二式飛行艇を製造、運用した。また、アメリカ海軍のカタリナ飛行艇は連合軍機として英米海軍で太平洋、 大西洋その他の海域で、紹介、救助活動に活躍した。ロシアの消防飛行艇 B-12P-200 大戦中の大型陸上機の運用経験から、陸上機の信頼性、安全性、利便性が認められた。また、滑走路の強度を上げられ、大型陸上機も着陸できるようになった。このため、飛行艇の特徴である万が一の洋上着水を、 想定した運用は必要性が低下し、大型長距離機としての使命は終了した。また、海上での救難についても、ヘリコプターの発達と艦船への搭載により、飛行艇の必要性は薄れた。飛行機だけでなく船の構造を持つことによる重量や、抵抗の増加、塩分洗浄などの維持管理などのデメリットがあり、陸上機に押されるようになった。アメリカでは、 第二次世界大戦後に、リパブリック RC-3CBE、シアイマルケット FN333、コロニアルスキマー、グッドイヤーダク、サーストンシールなど遊覧用の小型飛行艇が販売されている。個人向けの水蒸気は、陸蒸気を改造するだけで済む、フロート式が主流であるが、アメリカのアイコンアクラフトが、 ライト、スポーツエアクラフトに分類される二人乗りの小型単発機アイコン A5 を販売している。また、日本のサードが4人乗りの水陸両用機で航空機製造への参入を予定している。戦後日本が開発した大型飛行艇 PS-1 は対戦障害機としての使命は終了したが、その改良型である救難飛行艇 US-1 は小笠原諸島など飛行場がなく、 ヘリコプターでは遠すぎる島へのほとんど唯一の緊急輸送手段として有効に活用されている。日本は US-1 以降も飛行艇の開発を続け、離着水能力の向上や高高度飛行を可能にした US-2 の開発に成功し、2017年12月の US-1 の老朽化に伴う退役に伴い置き換えられた。 カナダは大規模な森林火災消火用に点在している故障を利用して運用できる消防飛行艇、水の爆撃機 CL-215、CL-415 を開発した。また、ソ連及びロシアではこれまで様々な種類の飛行艇が開発されてきて BE-200 をはじめ数種が生産されている。中国では消火、救難用に、 AG-600 の開発、試験はされている。1927年、アフリカ大陸のセネガルのダカールからアメリカ大陸まで大西洋を横断した。爆撃機として開発されたため、魚雷を搭載することも可能だった最初に大西洋を横断飛行した飛行艇最初の太平洋を横断飛行空路に投入された機体当時としては先進的な横力外飛行像による 全金属製の飛行艇。第二次大戦から1950年代以末まで、部隊配備6機が製造され、2010年現在、1機が森林消火器として運用中史上最大の飛行艇。スプルースグーストも防御装備の多さから、空飛ぶ戦艦の異名を持つ。日本国内に1機が、生体保存。US-2、US-1 の後継機 BE-200。 アイコン A54 人乗りの水陸両用スポーツ機。1000機ほどが製造された。4人乗りの水陸両用ツーリング機。ジェット飛行艇。1955年初飛行したが、1958年8月、計画中止プロペラ推進式の小型単発機。消防用飛行艇として作られた。カナダの飛行艇消防用飛行艇として作られた。 カナダの飛行艇戦後初期のソ連飛行艇相称、カモメの由来である、ガル翼を持つ戦後ソ連の代表的な、創発飛行艇ジェット飛行艇旅客機型の胴体を持つ、多目的機 PS-1 から派生した、救難機、後に、US-1A 中華人民共和国の、軍用飛行艇中華人民共和国の開発中の、多用途飛行艇サヌキまた男、ジャンボジェットは道と部下講談社 ブルーバックス、1980年、57から58ページ。ISBN4 から06から118029から0。ABC 近畿中部防衛局主催第28回、防衛セミナー、関西の防衛産業議事録、2015年7月8日、5ページ。対潜水艦に限らず、艦艇、船舶に対する紹介任務にも使われた。 福島スカイパーク拠点に、軽飛行機開発へ加北新報。ありがとうございます。